こんにちは、ヒレアシです。ちょっとね、動画を、今日撮る予定なかったんですけども、ちょっと急遽撮ってます。ですね、ちょっとね、この動画見てもらいたいんですけど、タイヤがですね、なんか異常を感じたので、ちょっと見てみたところ、ちょっとですね、このホイールが、割れてしまいました。というのも、ちょっと今日帰りに走ってて、ですね、何かを踏んだっぽいんですよね。なんか段差なのか何なのかちょっと踏んだっぽくて、でその後なんかガタンっていうパンっていうような音がしたんですよ。で、最初ね、なんか缶とかなんかそういったものを踏んだのかなと思ったんですけど、ちょっと明らかなんかそんな感じでなくて、で、ホイールが走っててガタガタガタっと来たんで、もしかしたらベアリングが終わってしまったのかなと思って、幸い家の近くまで帰ってきてたんで、数百メートルとかね、1キロもないぐらいだったんですけど、ちょっとなんとか帰ってきて、で、ちょっとスタンドですね、乗してみて、ちょっと見てみたところ、最初ね、気がつかなかったんですけど、なんかタイヤが膨らんでるように見えて、ん?と思って、ちょっとぐるっと回してみたら、こんな感じで、ちょっとホイールが、割れてしまいました。でね、幸い、そんなスピードも出てなかったんですけど、ちょっとね、何が原因なのかっていうのが分かんなくて、このホイールっていうのも、去年実質1年間っていうのは、ほぼほぼ動いてないんですよね。7ヶ月、8ヶ月ぐらいは動いてない状態で、そこからずっと乗ってたんですけど、大体ね、3年前ぐらいにこのホイールつけて、そこからね、ずっと乗ってたんですけども、突然、割れてしまったっていう、ちょっとね、そんな状態になってます。突然って言っていいのか、本当突然なんですけど、粘りがね、なんか足りないのか、素材が悪いのか何なのか、中華のホイールだからって言ったら、そこまでなのかもしれないんですけど、ちょっとね、割れてしまって、そんな感じに、なってしまいました。幸いね、体に怪我はなかったんですけど、ちょっとあまりにもびっくりしたんで、とりあえずね、動画、とりあえず撮っとこうかっていう、ちょっと悪い癖っていうかね、そんなのですぐね、動画の方は撮ってましたけど、こんな感じになっております。今日はね、帰ってきてから、ちょっとした用事があったので、実際には帰ってきて9時ぐらいになってしまって、Uber ね、できなかったんですけど、今日もね、早く帰ってこれたら Uber しようかなと思ってたんですけど、結果的にちょっと Uber もできない状態になってしまったということになっております。それなんで、ちょっと週末ね、ホイールの交換等々していかないといけないんで、ちょっとそれをね、やっていこうかと思います。スイングアームをね、注文しましたっていうのをね、少しお話ししたかもしれないんですけど、スイングアームも来るんで、ついでにホイールも交換して、あとちょっとね、もうワンセットあれがあるんですよ。ディスクブレーキ用のね、ディスクハブもあるんで、使う予定なかったんですけど、この機会なんで、ディスクハブに変えていこうかなと思います。ちょっとね、寒いんで、ベアリング交換とかね、結構めんどくさいんですけど、やっていこうかなと思います。そうですね、メンテをね、ちょっとしばらくしなくてもいいかなっていうふうな思ってたんですけど、まさかね、ホイールが、ちょっとね、割れると思ってませんでした。せっかくなんでね、今アルミのホイールを使ってるんですけども、
ちょっとね、ダックスの、ダックスね、つけようかなと思ってた、メッキのホイールがあるんですよ。3.5J のホイールがあって、ダックス用のホイールがあるんで、で、それと、変換用の、アダプターも、確か、あるので、それを使って、そこに、ディスクハブを入れて、ダックス用のね、ホイールをね、この際、一回ゴリラにね、使ってみようかなっていうふうにちょっと考えてます。または、まあ、ダックスで使うか、ちょっとゴリラに加工して使えるかなって思って、用意してある、シャリーのね、ダンパー付きのハブっていうのもあるんで、それを使ってもいいかなとは思ってます。シャリーのね、ホイールを入れて、まあこの125でね、トルクもやっぱりあるんで、ダンパーがね、ついてた方がエンジンにも、ホイールとかにも優しいんで、まあそれをね、使ってもいいかなとは思ってます。まあ、ちょっと急な出来事だったんで、ちょっとね、今日ね、すごいびっくりして、ちょっと動揺してるっていう状態になってます。あと、まあ、とりあえずね、ホイールの部品とかはなんとかまなるんですが、ベアリングがね、多分、交換用のベアリングがもう使い切っちゃってるんで、それも注文しないといけないので、まあ、ベアリング頼んでね、それからね、ちょっとやっていこうかなと思います。せっかくね、バイク登録にね、変えたばっかりだったんですけど、結局ね、ちょっと、Uber の方が、稼働できないという状況になっております。まあ、またね、ここからね、自転車に戻したり、また自転車からバイクに戻したりってすると、まあ、すごいね、時間かかるんで、Uber の登録の方はもうそのままに、しておいて、まあ、とりあえずね、通勤にも使ってるんで、バイクの方をね、早めに直していこうかなと思っております。まあ、ちょっと、急遽ね、撮ったんで、こんなことになってます。まあ、ちょっとヘルメットもね、脱ぎたてというかね、そんなんで、ちょっと髪の毛もぐちゃぐちゃになってますけど、すいません。まあ、ちょっとそんな、今日急に乗ってて、中華モンキーのホイールが割れたというそんな話です。まあ、ちょっとまたこれからもメンテナンスしていきますんで、続報の方は、そちらの方でお届けしたいと思います。では。